チャンネル登録お願いします。はい、憲法改正の国民投票では広告宣伝に対する制限というのはほぼ存在しない、そう考えます。海外では国民投票に関して厳格な広告規制が存在すると。テレビスポット CM は原則禁止。イギリス、フランス、アイルランドでは賛成反対両陣営に、無償の広告放送、放送枠を与える。資金力で力の差が生まれぬよう各党各運動者など公平に放送時間の配分を行うよう法律などで定めているといいます。一方日本では事実上これ無制限なんじゃないか。投票2週間前から呼びかけ CM、 この呼びかけ CM は禁止となっているけれど、一方意見表明 CM となればこれ規制ないんじゃないですかって。大量にそれまでは呼びかけ CM に出続けていたタレントがその後その顔として多くの方々に、あの人は憲法改正の、憲法反対の、分かりません、筋の顔なんだってことを売り込めていれば、その後テレビに出たとしても当然これ頭の中でこれつながるわけですよね。意見表明 CM とすれば規制がない、そしてネットの広告規制もない。つまりは資金力が豊富な陣営は無制限にテレビコマーシャル、インターネット広告、人気タレントなどを使って垂れ流し放題になると。他にも番組の枠を買い取って一方の意見に偏った番組を大量に制作することだって可能なんですよね。スポンサーですから。テレビ、新聞、雑誌、インターネットなどを使った刷り込み洗脳を無制限に公然と行える日本ルール、芸能人の熱愛、不倫、不祥事にとどまらず、オリンピック、ワールドカップ、野球の大谷さん、コロナ禍でのワクチンなどなど、これまでメディアが強引に人々の関心を設定してきた事例を考えても、さらに圧倒的、一方的な意見を伝え続けるテレビコマーシャル、番組などが一日中垂れ流されればどうなるか。憲法改正の中身を理解しないまま、メディアに演出された盛り上がりに乗って、記憶に多く刷り込まれた方に投票する事態が起こり得る。現行法は害悪でしかありません。誰がこれを後押ししてるんでしょう。まずはメディア。特需として期待されたオリンピックはコロナで水を差されました。憲法改正は彼らにとって史上最大の特需になることは間違いありません。そして圧倒的な広告の量を垂れ流すにはスポンサーが必要。最大の太客が経団連。経団連はこれまでも政治に対し憲法改正を行うよう要望、事実上の命令を行ってきました。国民投票法は2007年に公布、経団連は2005年よりその成立を求めてきただけでなく、憲法改正の発議要件を緩和しろなど具体的に要求してきました。2022年度の広告宣伝費上位20社だけで3兆730億円、このうち16社が経団連加盟企業。憲法改正とは関係ない現在であっても莫大な資金を広告宣伝費に流し込んでいます。今年4月の衆議院憲法審査会で自民党の委員は、国民投票法には資金量の多さあるいは高が CM の量に影響し一方的な情報のみが流されるとの懸念があると認識しつつも、資金上限は設けず、基本的に CM についてもその出して受けての自主的規制、いわゆる自主的取り組みによって解決すべきであると述べています。一方的な情報のみが流される懸念があると言いながら、問題解決は自主規制に任せるとトンチンカンな発言。金と選挙の票に目がくらんだ、盗っ人国会議員たちによる民主主義の破壊は昔からずっと続いています。広告宣伝以外でも国民投票はやばい内容のオンパレード、壊れたレコードのように条文の起草を急げなどとくしばしている国会議員がいること自体恐怖に震えます。少なくとも世界の国々で行われているレベルの厳格なメディア規制がされない限り前に進めてはいけないのが憲法改正。何より30年の経済災害で苦しむ国民や能登半島地震で被災された方々を置き去りにしているポンコツ政治が憲法改正を口にするなど1万光年早いと申し上げ終わります。にゃん太郎チャンネル。
いつもご視聴いただきありがとうございます。にゃん太郎チャンネルでは令和新選組の情報を動画とスライドでお届けしています。今後も頑張りますのでチャンネル登録よろしくお願いします。